のラスカルですが、それにどう対応するのか。ここはスコッティ取った。ここ渡したくなかったですね、レオス相手に。アウトを選択、スコッティウルトでダメージを出しているが、凡人が前線で耐えて、ウルト3人手前に呼び込んだ。川田イブタワー降りたところ、タイトルウェーブフラッシュアウト、メロメロンスナイプは今度またアルコを飛ばしてボディブロック。なるほど、ああいう使い方があるんですね。なるほど、もうこれは後衛陣はアパメンがゾーニング、そしてコグコグが暴れる、ダブルキル止められない、コグコグが止まらない、トリプルキル目的のコグ。さあ残り1名倒しきってエースゲットしたのはクーズラスカルでした。ハッピーハッピーですよ、ハッピーハッピーですよ。テレポート、お互いテレポート、お互いテレポート、裏に入れるのは前下1がスティール、ドラゴンをスティールしたのはアウェイか。2回目、LGL 2回目のありますけど、ブリンクアウトからキックスネアの位置にはちょっとずれましたが、ただスローからフラッシュ使っても逃げ、あー9の今7金選手倍の9フラッシュインで潰しましたね。お見事、9を外しましたけど、その後フォローは完璧でしたね。じゃあここどうなる、レベル5エアロー、いや MB、 EQ があるぞ、 EQ がある、 EQ はフラッシュアウト、フラッシュ打ち上げ、綺麗に決まった。さあエアロまだ逃げる、ただこれはさすがにスマイト打たれてスローから無理と判断。さあそしてウッド掴んでアスタロールローライフ、あーただフラッシュインからスリースタン、壁から仕掛けなれるところ、フラッシュイン、さあただナイスフックだ、ディーリベルト素晴らしいプレーが出て、なんと逆に2キル取っていくのはクルーズラスカルジェスター、そして飛ばしてディーリベルト、もう一度フック。さあユタポはフリーだがダメージが足りない、3キルゲットしたのはクルーズラスカルジェスター、一人も死んでいない、ビールベルト選手が素晴らしいフック、そして E のフライ。まずチャンピオン自身のステータス、うわブラックシールド貫通しましたか、今5割以上飛びましたね。テレポートを切っている、中に行って前に出るが、テイワンコンボダウン、さらにインテンション前に出てウルトゾーニャ全部切る形、ただ裏ではエアロが仕事をした。さあダブルキル持っていっているが、エアロがここでダウン、テイトリプルキル、ジョークにウルトでエンビーは囲んで逃げれない、そこにクワドラ、テイテイペンタペンタペンタ、今日もペンタ、お祭り男なんですかね。いや今日はキレッキレですね、キレッキレですね。ドラゴンを狩り終わった後の動きをキャッチしようという狙いでしょうか、リコールになる選択。さあウルトからのスタン、クールジョーク捕まえた、ヒールを切ったのはメロメロ、さあランページ、味方はなんとリコール